はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、膨らむ。そうですね、膨らむ、傷んでる、うねってる、うねってる、よし。セルフブリーチ。そうです、セルフブリーチで、美容師さん、はい、一番大変なパターン。OK。 じゃあそんな感じで、今日は少し番外編というか、いつもとちょっと変わった感じなんですけども、こちら赤松さん、はい、ご存知の方多くいらっしゃると思うんですけども、髪質改善をしながら、まあ、綺麗にしていくっていうのを、今神戸の若手注目の的、翔輝くんに教えていきたいと思います。翔輝くん、お願いします。はい、お願いします。お願いします。もう一人若手が一人だけいて、ちょっと学びたいっていうから、もう一人の若手に教えていきたいと思います。西さんです。こんにちは、スタイリスト1年目、西です。お願いします。どうした岩崎。どうした岩崎。どうした岩崎。岩崎どうした。やめてください。何の顔それ。やめろよ、茶番みたいな顔。はい、そんな感じで今日は兄さんのお店で、サロンワークさせてもらって、でそのまま今日は赤松さんの髪質改善っていうのを、翔輝くんと兄さんに伝授というかね、あの僕のやり方っていうのを見てもらえようかなと思ってます。じゃあ早速行ってきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあこんな感じですね。もうあのブリーチ毛です。まあご存知ブリーチ毛で、前髪はかなりのハイブリーチが入ってて、で少しこの生え際がうねる感じですね。うねる感じで全体をやってしまうと、確かに内側も癖があるんだけども、結構しっかりね、あのカットは収まるようにカットされてるから、表面するさえ綺麗になっていけば数時期はすごい楽だし、もしこれをまずやってもっと広げたいなと思ったら、もうそれこそ翔輝くんとかがプラスでどん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 やっていけばいいかなと思うし、基本的にはこの表面をやるだけでだいぶ梅雨楽になるんで、それをちょっとやっていきたいかなと思います。はい、まず薬剤説明ですね。はい、じゃあ今日はもう酸性の縮毛矯正いきたいと思います。なんでかっていうと、アルカリで軟化させてしまうとやっぱりブリーチしてるってこともあってリスクが高い。なんで還元剤だけを内側に入れ込むために、酸性のストレートでいきます。薬剤ブリーチ多分1回ぐらいですよね。そうですね、うん、2回かな。それぐらいなんで結構まあリスク自体は高いんで、ただちょっとこういう細かいうねりはシステアミンの力がないけど見ないんで、まずトリートメントドロップですね。今日ちょっとあの出張なんでサラではないんですけど、このドロップとリッチ、こちらシステアミンですね。アルテマのリッチがシステアミン、この2つを混ぜ合わせていきます。で還元剤自体はスピエラでしっかりと還元させていきたいかなと思います。でシステアミン濃度が高くてスピエラまで入れてしまうと、チオカン酸がすごい高くなるんで、そうしてしまうとどうしてもチリつきの原因だったりとかダメージの原因になるんで、極力薄めます。ドロップが2に対してリッチが1、それに対してスピエラを 10% でいきます。で前髪に関してはシステアミンいったら多分もうチリチリになっちゃうと思うんで、毛先は塗らないけど中間ぐらいまでをドロップにスピエラ、10% だとちょっと怖いんで 8% ぐらいでいきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。はい、じゃあ早速いきましょう。さあ、翔輝くんいくよ。はい、お願いします。この鉢の第一線目ぐらいからいきます。で、ちなみにここまで伸びれば、この癖が伸びれば耳のとこまで伸びることになるんで、基本的には収まりは相当良くなるはずです。なんでそれをまず、でさっき言ったリッチとドロップのあれですね、ペーパーで塗ります。もう毛先にはできる限り薬がいかないようにしたいんで、ペーパーでいきます。よいしょ。鉢植えからね、いく、はいはいはい、その心とは、あ、もう心とは一発目心気合いやっぱり下はやらないつもりなんで、もうこの鉢植えだけで表面をきれいにすれば、はい、まあ今日はきれいになるかなということというのと、あとはやっぱりいかんせん難易度が高いんで、ブリーチ混在毛の緩い癖で広がりやすいっていう人は結構難易度が高いんで、まずはこの表面だけを完璧に綺麗にしてあげるといいかなと思います。はい、こんな感じで塗っていきますね。普通にこう乗っかってきて、でこのブリーチ毛を縮毛矯正できるっていうなると、多分もう予約とんでもないことになると思う。とんでもないことになりますね。だからお得意のバレギアージュができなくなっちゃうかもしれない。縮毛矯正だらけになって。そうですよね。今日産のチャンネルで翔輝くんがバレギアージュデザインカラーをね、デザインカラーシリーズ始まった、はい、その前に縮毛矯正だらけになったらごめんなさい。転換しますね。転換、はい、両方やるタイプです。俺も両方やるタイプなんで。
上に行くにしたがってちょっと長くなってきます。全体の収まりっていうのが良くなってきますね。ちょっとあれですか、薬剤の位置を揃えるみたいな。あ、そうです、そうです、そうなんです。だからこれはカットに通じますよね、うん、カットラインに通じてくる感じになってくるんで、そうすることによってすごい楽になってくるかなと思います。これ長さん結構スタイリング剤ベタベタでもそのままいきます、ね、そのままいきます。もう大体あの癖がある人はオイルベタベタでくる人が多いんですけど、むしろその方が好都合ですね。ああ、そうですね、はい、あんまりカサカサの状態でいくよりはちょっと収まってる方が、油分があった方が綺麗に決まる場合が多いですね。トリートメントとかだとまた話が変わってくるんですけど、要はトリートメントって外側吸着なんで、外側にオイルがついてるとどうしても浸透しないとかがあるんですけど、宿毛矯正の還元剤についてはもうそんなオイルの分子量より全然小さいんで、ここに関してはしっかりとねオイルがあったところで、むしろそれが保護になってくれて、ダメージしやすいところっていうのが保護される場合があるんで、おすすめです。これハチウエストレートって結構使えます？ハチウエストレートもめちゃめちゃ使えます僕。あ、そうですね、はい、ストレートよりも気軽にできて、料金もやっぱ少し下がるんですね。料金時間が下がって、しかも美容師的にも僕ら的にもリスクが下がるじゃないですか。塗布時間も短くなるし、あとアイロン時間も短いっていうのは散りつく可能性が減るんですね。まあまして酸性ストレート、スピエラを使った酸性ストレートだったらただでさえそんなにそういうリスクは減るんですけど、ただそれプラスハチウエっていうのはあのお客さんも僕らも両方がいいなと思ういい方法です。逆に鉢下ストレートですか？鉢下ストレートあんまいないですね。あんまいない表面をきれいにしたいお客様がやっぱ多いんで、はい、ここら辺はちょっとブリーチも外していきますね。逆になんかボリュームを抑えたいからって言ってこう下内側のストレートー、ボブの人とかですかね。そうそう、そう、ね、結構あるんですよね、はい、ストレートに見せたくなくて上げてるように見せたくいますね。そう、インサイドだけかけて、そうインサイドかけて、さらにネープの第一線を外すみたいな、そうそうそう、で丸くするみたいな、あ、それもやります。でもあんまりないかな。ハチウエストレートする人っていうのは結構何がいいかっていうと、エイジングによるチリつきの人が一番いいですね。あ、基本的に見える、そうそうそう、どうしてもエイジングのチリつきって女性ホルモンの関係で絶対に女性は起きてくるんですよね。起きてきた時に表面がチリついてると絶対に綺麗に見えないですよ、うん、光が絶対反射して、だからトリートメントいくらしようが絶対に綺麗に見えないから、だったらもう表面だけストレートしちゃったら結構いいんじゃないっていうのと、それカウンセリングでなんかどうしても傷んでてっていうのあるじゃないですか。もう傷んでるんですって言って、ただ表面が実はチリついてるだけ、チリついてるというかエイジングのチリつきが出てるだけの人、そういう人はもう速攻でストレートアイロンを温めて、ちょっと一回いいですかって言って表面をストレートアイロンしちゃうんです。そしたらすごいツヤが出ると思うんです。でお客さんってそんな綺麗に表面をストレートアイロンするっていう感覚が元くせ毛の人じゃないとないんで、うん、でストレートアイロンしたらすごいツヤが出て、これトリートメントしたみたいになりませんって言うと、確かにってなって、これ表面ストレートするとこんなツヤがずっと続きますよっていうと大体やっていただけますね、うん、今日もやってましたね。今日やってましたね。そう、今日の朝一のお客さん。まさにはやってた。はい、そうです。まあ、朝一でやってましたね。そう、表面だけで済む場合の方が多いから、全体までやらなくてもいいのかなっていう感じですね。めっちゃ癖が強い人だったら、さすがに全体しないと。そうですね。ぐねんぐねんの人もやっぱりいるんで、そしたら全部やっちゃいますけど。うん、というか、まあ、昨日神戸のセミナーだったんですけど、セミナーで見たんですけど、思ったより癖って伸ばさなくてもお客さん満足する場合多いんですよね。はい。なんか、どうしても僕ら的には伸ばさなきゃ伸ばさなきゃって思う反面で、やっぱね、お店のチェックとかだとストレートモデルさん呼んで、ちょっとでも癖残ってたら不合格みたいな、そういう生活というかね、あのテストを受けて育ってるからあれなんですけど、なんか実は癖が半分ぐらいになっただけでもお客さんってそっちの方が満足してたり、シャキンってすると今度生えてきた根元との差が嫌だっていう、うん、そう、だから今日も酸性ストレートのかなり弱いやつなんで、まあ、少し根元との親和性はある状態でいきたいなと思ってますね。毛先のストレートしてないところとも一番合いやすいですね。自然につながって、なんかすごいトリートメントしたのって言われたら理想ですよね。周りにストレートかけたのは褒め言葉じゃないです。ツヤがあるねみたいな。そう、ツヤがあって、なんかいいトリートメントしたのみたいな感じで、そのお客様が周りの人に言ってもらったら勝ちですね。本当不良はたっぷりたっぷりですね。はい、しっかりと、でちゃんとペーパーで密封してあげるのがコツですね。で通常のところがこれで終わったんで、さあ恐ろしい前髪に行きますね。もう連続で行って大丈夫です。
ですか？あ、連続でいって大丈夫です。基本的にスピーラーを使った三節組み矯正は15分から25分しっかり置くんですよ。基本的に僕は15分から20分置いちゃいますね。15分から20分しっかり置いても大丈夫な設定って感じ、ね、そうですそうです。はい、怖いですね。しっかりブリーチですね。自分だったら絶対したくないこれですよね。はいはいはい、そうなんですよ。でも僕行っちゃいます。あ、はい、で楽しい。もう結構根元ついて大丈夫です。普通の宿毛矯正と違って軟化しないんで、そう、還元だけしてくれるんで根が折れることもないです。根折れの可能性が少ないから結構攻めれます。で、毛先はさすがに怖いからこの中間部まで、この根元が押して、ただ怖いですね、うん、怖いけど進まないと始まんないんで。よし、前髪は丸めておくのが、あ、ね、丸めなくていいです。丸めなくてもいいけど顔に垂れちゃうんですよ、どうしても。なるほど。横にするといらんとこまでつくんですけど、前にこうやりたい、この状態でもいいんですけど、お客さんさすがに邪魔なんで僕丸めちゃいます。そう、丸めることによって、じゃあ丸くなるかって言われたらノーです。丸くならない。丸くするんだったら、あの、薬を弱くするか、もう熱でデジタルパーマかける以外ストレートが丸くなることって実際なんか一生懸命アイロンですごい丸くしてもあんまり意味ないですね。あ、はい、よし、こんな感じでとりあえず塗り終わりました。で、一回チェックだけして、わかります？そんな軟化してるわけじゃないから弾力ある感じ。ああ、確かに。でもちょっと怖いんですよね。なんで時間は15分、ギリギリ15分より短くします。軟化しないのか、チェックって何見てるんですか？もう触った感じの手が伸びたか伸びてないかと、あ、なるほど、ね、そう、あとはロット巻く人いるんですけど、ロット巻いてもいまいち分かりづらいんですよね。たまに粗刃で一回解いて、そうですそうですね、まっすぐだったら OK みたいな、 OK っていう人もいますし、なんとなくこう弾力を見たりとか、うん、ちょっとまだ戻るんですよねいう人もいるし、ただ怖いんですよね。なんで10分ぐらいで流しちゃうかもしれないですっていう感じですかね。大丈夫だとは思うんですけどね、やっぱ怖いは怖いですよね、いつもこういうブリーチもっていうのは。でもいつもの動画より怖い多いですね。いや、怖いですね。いつもの動画でそんなそんな長谷さんの口から、そうですね、怖いという単語あんまり言ってない。怖い、たまにある。いや、怖いし結果出さなきゃいけないっていうこのなかなか見られてるし、そう、見られてるし教えてるし。で、思ったよりうまくいくんですよね、これって。よし、じゃあちょっと10分ほど拭いて流しましょう。はい、はい、10分経過ですね。この兄さんのスタジオ下にシャンプー台があるんで、もう10分の時点でもう下に行っちゃおうかなと思います。それでトータル大体15分ぐらいですね。こんな感じでしょうか？全然大丈夫ですね。そう、なんか軟化しないから、うん、この時点で溶けてたりとかまずないし、でちょっとクタッとなってるのが還元してる証拠なんで、これで流します。はい、で、三節宿毛矯正に関してはこの週間処理が大事なんで、ドロップとセキュラチンのケラフェクターコネクトっていうのをシャンプー台プラス、セット面でやります。はい、じゃあお願いします。お疲れ様でした。はい、さあ、ございます。こんな感じです。ちょっと触ってみようか。お、そんなにそんなにですね、全然怖いという感じにはならないんで、はい、安心ですよね。どうぞ。このぐらい、ああ、そうですね、美容師だともう分かっちゃいますよね、はいはい、まあいけんだろうっていう、はい、で全然大丈夫そう。ここら辺前髪とかも、あ、なんか全然大丈夫。そうそうそう、ちょっと肩の荷がちょっとで、中間処理ですね。中間処理っていうのは本当に大事になってくるんで、髪の毛が膨らんでる状態、呼吸してる状態の時にトリートメント前処理剤っていうのは入るんで、前処理剤処理剤っていうのは入るんで、これまずケラフェクトコネクターの10倍希釈、活性ケラチンで髪の強度を上げていきます。特にこの前髪の根元怖いからしっかりと、 CMC とかは全体につけるんだけど、この活性ケラチンに関しては怖いところ、強度を上げたいところにつける。特にここの、ここの毛が結構怖いんで、ここですね、しっかりとつけて、こちらアルテマークは CMC ですね。 CMC は全体で、あとはドロップ、ドロップもクリーム状の CMC なんだけど、これを全体につけて、よーく優しくコーミングしてあげて、とりあえずチリチリにはなりません。よ、何が難しいって、一般のお客さんよりも美容師さんって難しいんですよ。なんでかっていうと、いろんなあのメーカーさんからのサンプルを試しちゃう。2、3のとことかもういろんなメーカーさんから来ると思うから、もう履歴とか正直わからんぐらい、その履歴が履歴がわかんない、一番怖い。じゃあまあ乾かして、ドライし終わりました。で、通常だと酸性宿毛矯正って水分残ししながらアイロンするんですけど、ブリーチ毛に関しては水分一切残さない方が安心です。で、前髪このここご覧いただくと大丈夫そうな
感じで。で、アイロンなんですけど、アイロンはもうしっかりと時間を置いていきます。で、通常は僕は酸性縮毛矯正の場合って200度でいくんですけど、赤松さんの場合は190でいきます。はい、ツインブラシでしっかり伸ばして、熱置きっていうイメージって、このゆっくりこんぐらいのスピードですかね。こんな感じ、こういうイメージですね。これを重ねていきます。スライスは、スライスはもう通常の縮毛矯正と同じですね。厚すぎず薄すぎず、薄すぎも意外にダメージにつながったりするんで、こうしてゆっくりで、意外に根元はちゃんとやるんだけど、中間部が甘い人が多いんですよ。そう、だからこの中間部にちゃんと熱を当ててあげるっていうのを、こんぐらいですね。結構しっかり握り込んでますよ。あ、力はそこまで入れてないですね。左手のツインブラシの方のテンションはしっかりしてますね。ツインブラシ貼ってそれを柔らかく固定する。そうです、そうです。多分見てもらってる美容師さんたちも分かると思うんですけど、美容師さんの縮毛矯正がマジで難しいんですよ。今日成功させたいですね。弱気ですよ今日は。セミナーより難しい。確かにいつもの YouTube チャンネルの感じとは違う。そうですね。お任せください。お任せください。できない。任せてください。任せてください。行きましょうって感じなのに、今日もなんか泣き言ばっかりです。これどうやって仕切った方が安全ってのはどういうことですか？要は中の水分が残ってると、うん、アイロン自体は効いて癖も伸びやすくなるんですけど、やっぱりその水蒸気爆発も含め、うん、アイロンの熱がよく効きすぎちゃうんですよ。だからビビりの原因になったりはするんで、ただ伸びは悪くなります。水分が残ってた方が伸びる。ただブリーチしてある部分は、特にブリーチしてある部分って乾かないじゃないですか、ブリーチしてある髪って、うん、だから水分残りがちなんですよ。だからある程度ちょっとブローしてあげるぐらいのイメージでやってあげるといいかなと思います。一回触ってみますか、小田さん。はい。すごーい。もう K じゃないです。とりあえずシルクみたいな。シルク、はい、シルクみたいな。びっくりしました。こんな感じで全体をやりつつ、前髪ですね、前髪に関してはツインブラシとか多分入らないぐらいの長さなんで、しかも温度も下げて、ブリッジ、多分セルフブリッジということなんで、温度も180度でコームでいきます。じゃあちょっと三脚をお借りしましょうか。あ、固定で。あ、いいですか。はい、岩崎と言っちゃいます。いつもの画角になってますか。気持ちますね。そうなんか感じ。ああ。よく見る。よく見る。岩崎登場です。さあ、肝心の終わり前髪に行きます。これでもなんか薬なんかな、この普通のストレートの仕込みした時よりなんか綺麗よな。そうです。綺麗なの。めっちゃ綺麗です。いや、なんか手触りがもう本当びっくりします。薬なんかな。めっちゃ綺麗です。うん、ですよね。我々のストレッチ剤とはちょっとちゃうんかな。ありましたね、今俺がやってた。朝見ました。朝見ましたね。ありました。ありました。いや、あれ、福岡勝手にちょっと俺に紹介されて。入ってたの。はい、いや、もう東京の超大手サロンよりも薬の種類多いですよ。薬の種類だって。はい、いや、もう本当に管理しないと福岡くんがもう取りすぎちゃうんじゃない。使いこなせて欲しいものを全部取っちゃう。どんどん在庫が増えていく。そう、なんか使っていって絞っていかないといけないんですけど、はい、って言いながら増えてるっぽいです、はい、今日プレックス剤について、営業中ずっと質問いただいたんで、また増えるかもしれない。長野さん。テラス方向で喋ったけど。いらないですよ。いらないですよって言わないと。いらないですよ。言ってくれ。また増える。ここですよね。この癖が伸びたら理想ですよね。はい、前髪のストレートもセルフでやったことあります。前髪のストレートをセルフ。結構何回セルフやりますよね。結構思い立った時にしたいんで。あるあるですね。営業後に、はい、今日前髪ストレートしようみたいな。眉毛カラーするぐらいの勢いで。抵抗しました。いや、でもめちゃくちゃビビって。でしょうね。めっちゃ優しいお薬ですぐ流したんで、うん、全然あんま効かなかった。あ、逆に効かなかった。はい、逆に今日もうここまでストレート自体は結構いい感じなんで。でカラーはもう一色サンパーオールでいいかなと思ってるんですよね、はい、そうすると多分綺麗に馴染んでくるかなと
思います。ストレートの後のやっぱカラーテイクって3パーでやること多いですか？あ、逆に言うと、うん、あの3パーじゃなくてもっと高めでやる方が多いです。あ、逆に、はい、酸化不足になりやすいんで。あ、そう、ただブリーチ毛のところに関してはカラー酸化もやっぱ低めのオキシ濃度でいかないと、うん、ね、まあ、ダメージにつながる場合が多いんで、うん、こんだけ時間かけてプレスするのはそのアイロンだから、あ、酸性だからです。だから、はい、要はスピーラーを使ってないやつですね。ノンアルカリでも、はい、リッチユーノ、アルテマリッチユーノみたいな、うん、pH 6.5 ぐらいのやつとかだったらもうサッ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 、軟化する一液だったらサッ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 、軟化してないんで熱置きが必要なんですよね、うん、熱置きをすることによってザラつきが取れる。産休明けて結構、はい、ガンガン働いて、うん、そうですね、ぼっちぼっち、ぼっちぼっち、ぼっち楽しいなーって、やっぱ楽しいですよね。そうですね、うん、楽しいです。しばらく美容やってないっていう期間があるとやっぱ違うんでしょうね、はい、そうですよね。何してても楽しいです。何してても楽しい、はい、床履くのすら楽しいじゃあ見習います。ない。何も言ってない。床履くの楽しいと思って俺やってるよ。履き残しありますか？やばくないですか？履き残し。結構9割ぐらいで履き残し。しかもマジムカつくこと言っていいですか？ムカつくこと。履き残してますよとか、うん、なんかちょっとじゃ知らないようにスススってやれたらいいんですけど、はい、もうあからさまに履き残してますよっていう素振りで、あの、はい、わざわざもう一回履く。あれ一緒です。あの嫁さんが奥さんがあの掃除したのにこうやってる姑がいるんですよ、うちの店には。あれ気使ってんですけど、なんか言ったらなんかもう入ってくれたのに申し訳ないかなと思って。いやいや、もうあからさまにさっさガチャだって気になるんですもん。怪我いや本当あなた鬼シュート目気をつけた方がいい。厳しい、うん、だってじゃあ9割ぐらいで履き残さないでもらっていいですか？打率高いね。本当大体残ってるんですよ、こういう足の隙間とかに。9割は多すぎますね。いやもうとりあえず通勤の仕事があるから、まあいいや、言い訳になるからやめよう。すいませんでした。不思議でしょ、この黒い塊が見えてないの。どうすんの俺がそれで目がめっちゃ悪い人だったら。もう病院連れてきます。こんなにサラサラにしてくれるのに。いや、目が好奇がひどい話ですよ。おー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 、続けるね。クレームがいっぱいありすぎて目の前にあるのにものないからって、うん、私のせいにするんですよね。目の前にあるのに、目の前そこにあるんですよ、うん、本当ここにあるのに安くないんだけどみたいな。メガネメガネ一緒だよ。いや、まあ、俺、はい、視界が針の穴みたいな視界なんです。もうこうな感じですね。そうそうそう、だからそんぐらいここに集中してるってこと、はい、いや視野広げろって言ってるじゃないですか。厳しい。広げてもらっていいですかって感じ。岩崎さん今後どんどん増えるよ。何も見えへん状態。おいハサミどこ行ったとかチェニングどこ行ったとか言うんですよ。ほんとひどいんですよ、それが。しかも大体ないのが私のせいだ。大体岩崎のせいに以外ないじゃないですか、だって。確かに。大体でも自分のせいですよ。それが私の最近のプチストレスです。じゃあカラー作りますね。逃げましたね。逃げました。いや、ほんまそれほんまどんどん増える。どうしたらいいと思いますか？いや、もう何も見えるもんだって。何も見えもん、ここ何が困ってるの、何も見えんし、何も覚えてへん。それは老眼とかってことですか？老眼じゃが、まあ、5年齢やろ。あ、5年齢それ なんか何してんの？老眼鏡とかプレゼントしたらいいんですかね？いや、老眼鏡とかちゃうねん、もう意識の問題。なんかこう意識が張ってない。まあまあいい。一人に意識が張ってない。どうしたらいい？何もいい。もうないと思ったらないねん。鍵ここにあんのに、もう鍵ないと思ったらもうないから。ここも鍵が見つかる。思い込んじゃう。思い込みの問題。本当、うん。せっかくだから、トキ君に色選んでもらう。あ、じゃあ、うん、このデザインカラーを綺麗に3パーオールでできちゃうような色味を。はい、お得意の色味を。急にオレンジとかピンク系のが好き。わかりました。でも全然普通のブラウン。ちょっとじゃあピンクブラウンぐらいの感じでいきましょうか。お願いします。はい、お願いします。ここは明るく、ちょっと明るくしてほしい。
わかりました。じゃあディープシルバーでいく。ディープシルバーに、ディープシルバー 30%。 真っ黒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 何の意味。じゃあ、シェフ君作ってきてください。はい、よし。わー、めっちゃすごいよ、なんかニサ触ってください。何なのこの金目の細かさ。そう、めっちゃいいですよね。これ薬剤ですか。これ薬剤と、あとはまあ処理剤と酸なんで、決まってる感じですね。うんうんうん。岩崎はカメラ撮れなくて今ボタンを押した。すっげーきめ細かい。あ、これなんですね。すっごいきめ細かいよね。処理剤とかいろいろな、そうですね、いろんなものが入った結果こうなるよね。普通にアイロンってもこんな感じの、なんかあ、なんないですね。なんないですね。酸でついてるメントとかもそうなんですよ。酸によってちょっと修練じゃないですけど、ちょっとキュッとなってるんで、でアイロンがこう決まりやすいんですね。うん、こうさらっとしてる感じ。よく見るやつね。よく見るやつ。どうぞ触ってください。もう気持ちいい。ああ、すごい。信じられないです。信じられない。これで固定して、さらにブリーチ部分が癖戻んなければ100点です。予想だと癖が気持ち戻るかなぐらいですね。うんうん、戻ったら、さっき言った薬剤をシステミン濃度をちょっと高くして、また数ヶ月後にやってもらえば、もう間違いないです。なるほど。すげえな。いいよね。めっちゃいい。めっちゃいい。いい感じです。じゃあ、からしましょう。からいきましょうか。はい。はい。じゃあ、薬登場しました。はい。はい、すごい量を作ってきましたね。ちょっと撮影なんで、ちょっと。たくさん、はい。オーナー、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。そんなに一時細かいこと言われた。さすがです。はい、じゃあお願いします。はい、エドルのベージュ、7レベルベージュですね。7レベルのベージュに対してアジアンカラーフェス8ピンク。おお、はい。比率はベージュが2に対してピンクが1です。 OK です。はい、でワンカップで、でそのもう一個の薬の方は、はい、は前髪ですね、はい、を明るく残したいところは同じ比率に対してクリアが2倍、はい、なるほど。はい、了解です。で行こうかなと思います。はい、前髪の量にしてはすごい、ね、すごい作ったね。そう、ほんまそうだ。どの感覚でこの量俺は別にいいんですよ。ほんまかいこと言わんけど、どの感覚でこれいいんだ。さあ、クリアを入れるとね、はい、ちょっと計算が、なるほど、 はい、あるあるですね。クリアの分忘れちゃう。忘れちゃう。じゃあそれ GLT ちょっと入れてもいいですかね。はい、はい、大丈夫です。じゃあ 30% 入れてください。お願いします。ちょっと待って、ここ GLT 入らへんやん。これカップに入るかな。入らへんやん。入るだけ。じゃあ矢崎さん GLT 入れてください。GLT も相当贅沢に使うことになるね。すごい、うちの人も贅沢だ。どうですか矢崎さん、 GLT そんなに入れてるのなかなかないでしょ。うん、はい。あ、これ、あこれ、あれですよ、時間かかりますよ。時間かかる。じゃあ、飛ばします。はい。アルカリのストレートの時は、カラー定着はしますか。アルカリも強アルカリだったらしないです。イアルカリとか、アルカリ量が少なければ、なぜかというと、カラーのアルカリと、寄せのアルカリが混ざんないようにしたい。アルカリが強いとどうしてもパワーが強くなっちゃうので、じゃあめちゃくちゃ傷んじゃうから。そうです、そうです。暴発する。美容師あるある3人塗り。贅沢です。行きましょう。あるある、よくあるでしょ、あの営業後ドライヤー用。あー、営業後です。営業後。アワさんの髪吸いますね。ですよね。こんぐらい作ってよかったかもしれない。ナイスショーか。まあ、そう、普通なって思ってたんですよ。さすが。さすが。にしてもでしょ。全部使い切ったら大丈夫。オッケー。そうそう。使い切った。我々にかかった。折れないけど。超緊張したよ。めっちゃ緊張しました。まあ、緊張したとか今緊張してる。今もうずっと緊張してます。大丈夫かな。テンションかけたくないけど吸うね。剤を吸います。でも正気さんすごいたっぷりになってます。残してる。残してる。正気残してる。
ここすごいたっぷりある。石でも残す。いや、残す残さんがあのあれじゃないか。結果やから。結果やから。月末の請求ですよ。大事だろ。エドルのベージュはよく使うんですか。エドルのベージュ、そうですね、よく使いますね。あのブラウンもあるんですけど、ブラウンちょっとね、どっちかというと寒色よりかなっていうイメージが中でもあるので、今回はベージュでしてもらってます。なるほど。はい。ハイトーン系の人にね。そうですね。なるほどです。ピンクの比率をもうちょっと減らしても良かったのかなって思うんですけど、やっぱりねブリーチしてるのもあって、やっぱシャンプーでね流れピンク流れますよねるのをちょっと考えて、ちょっとだけピンクは多めで入れてます。何じゃないですか。初期ごめん、使い切れなかった。あー、いや綺麗な色になったらそれでいい。やっぱまっすぐで固定してる。まっすぐ固定の方がいいですね。はい、じゃあこれで時間を置きます。よっしゃ。はい、じゃあ15分お疲れ様でした。はい。頼む、頼む、頼む。はい、はい、じゃあ流してお願いします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。おーっと、いいじゃないですか。ちょっとまず PLT01 につけて、リンクオイルを全体につけます。量ちょっと多めでもいいかもしれないですね。で、PPT02、これもちょっと多めに、前髪と表面メインで、要は今日ストレートやったところですね。よし、コーミングして乾かしましょう。こんな緊張したの超久々ですよ。そんなにですか。はい、乾かします。乾かし終わりました。危ない。触ってみてください。触ったらいいですか。はい。信じられないです。これいい感じです、ね、すごーい。いやー、本当自分の髪じゃないみたい。めちゃめちゃ違いますよね。もう髪の毛じゃないです、これは。ああ、カラーもバッチリで。カラーもバッチリで。はい。自分の違いに。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。いやーもう、すごーい。よかったです。カラーすごい。一番緊張しました。言うたら、ここの1センチだけちょっと切っちゃってくださいね。わかりました。ここだけ、この1センチ。この左は多分残ってる、あ、大丈夫そうなんですけど、右のその1センチだけが全然気にならないです。でもあんまり気になるレベルではないんですけど、プロ目線で言うとプロだから多分気になるかなと思って。そう、いい感じの手触りになりました。すごいです。もう皆さんに触ってほしいです。どうぞ皆さん。いっぱいいた。あっちにもいっぱい、あっちにもいっぱいいた。おー。滑る、絹、本当に滑るな、絹ですよね。絹や、絹。しかもこれ GLT のアイロンまだしてないんですよ。まだそうだね。おお、あ、そうですよ、ね。まだここからほんまアイロンしてなかった。アイロンして完成って感じかなって。まあでも滑るな。滑りますね。もうこれくくれないですね、もう。あ、そうそうそう。シューっていっちゃう。いい感じじゃないですかね。これ多分アイロンしてさらに綺麗になるんで、どうぞ皆さんよかったら。すごい皆さん。ブロー、ブローのみです。ブローのみですか。はい。アイロン表面だけ。ストレート中は入れて、それはこっから入れる系をストレート縮毛矯正。すごい、すごいよな、中松さんの髪じゃないみたいな。私もほんまにすごい。これ信じられない。髪伸びた感じする。そう、表面だけ縮毛矯正した。すごい。いや、もうこうやって触ったらもうなんかもう。じゃあちょっとアイロンして完成させましょう。じゃあサクッとアイロンしちゃいますね。アイロンはもう普通通りなんで、飛ばしちゃいましょうかね。じゃあ飛ばします。はい、じゃあ GLT の、熱入れ、アイロン終わりました。エミの結合を作り終わりました。もう、はい、光もまとって手触りが全然違いますね。全然違います。はい、はあ、疲れた。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。そんな感じで翔平君、はい、ありがとうございました。これを武器にしていただいて、はい、そうですね、はい、デザインカラーに、はい、縮毛矯正できる人もう最強じゃん。俺負けちゃうから最強ですね。東と西で頑張りましょう。そう、頑張ります、はい、薬剤自体はね、もう全部フォルベージさんにあるんで、もうあとは配合と順番を覚えるだけなんで、もう多分物にできたと思うんで、はい、はい、もう何回も確認して動画をね、いろんな人をまずやって、そうですね、で多分興味あるお客様とか多いと思うんで、これでいい感じになったんじゃないでしょうか。はい、じゃあ赤間さんもちょっと一回これ撮りましょうか。はい、はい、しましょう。はい、すいません、お願いします。こうやりたくなっちゃいますね。わかる。はい、そんな感じで。すごい、はい、いいじゃないでしょうか。はい、はい、お疲れ様です。はい、じゃあ二三もありがとうございました。ありがとうございました。したこんな感じで、実際あれやね、これ動画で見てたら分からないですね。
触ってみた時に良さが分かるというか、肉眼で見てもまあ分かるんですけど、カメラ越しやったらまあまあストレートかなっていう。そうですね、確かにこのなんていうんですかね、絹のような、そうそうそう、本当に絹です、シルク。でまあまあほんまにこう髪質が変わったみたいなね、ストレートじゃない感じがすごいするんで、ああこういうことやったんかそうですね、うん、思いますね、はい、よし、よかった、よかったですね、あ、よかったよかったですよ、本当めっちゃプレッシャー感じだった、ブリーチいろんなとこにあるし、うん、前髪セルフブリーチって聞いたから、そうそうまあでもね、薬剤とあの、まあ、適切なアイロンしてあげることによってこういう感じの手触りとかを生むことができるんで、はい、こんな感じで長戸式髪質改善、はい、以上となります。そう、ぜひね、はい、うちでも覚えてやっていきたいと思います、はい、ぜひ、はい、神戸周辺の皆さんも綺麗にしてください。そうですね、逆に赤松さんが一番覚えちゃったかもしれない。はい、覚えちゃいましたやられると一番覚えやすいですよねそんなもんかな俺全然覚えてへんあ、本当ですか正直組んだ赤松さんがあとホルメージのスタッフも多分ガンガン覚えると思うんで、そんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。神戸サロンワーク、神戸セミナーに引き続き神戸サロンワークで、ホルメイさん、神戸三宮のホルメイさんをお借りして今日一日サロンワーク僕と岩崎でやらせてもらったのと、あとスタッフの皆さんも手伝ってもらって、楽しい一日を過ごすことができました。で最後にとんでもない疲れたなかなかハードな美容師さんをやるだけでもやっぱりハードなのに、やっぱいろんな履歴があるから、プラスあのブリーチだったりとか、あとは西さんのところっていうのはもうたくさんの商材が多分サンプルとか送られてきたり、いろんな実験をされてるさんっていう一番難しい宿毛矯正っていうのを今日は、まあ、成功することができたんじゃないでしょうか。はい、良かったです。いや、良かった、まあ、です。今日は疲れましたカラーがもう、はい、そんなつもりやじゃない、そんなつもりなかったです突然ね、翔くんにも振っちゃったんですけど、すごい綺麗な、色味だったりとか、あとはまあ艶感っていうのは出すことができたんで、はい、本当に青田さん自分史上最高になれたらいいかなと思います。自分史上最高になりました動画慣れしてらっしゃるはい、そんな感じでじゃあ今回の動画終わりたいと思います。ホルメジの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。やっぱ見たらちゃいますね。違いました。やっぱ見たら違う。しかもいつもさっと赤松の髪の毛だから。はい。そうですね。わかりました。よかったよ。これはなかなか。こうやって歩いちゃいます。はい、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。いやまだちょっと背中に汗がまだ興奮冷めやってる確かに何言ってるか分かんないですじゃあこれからも頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ。ちょっと前ちょっと私もやってもらっていいですか今日一日汗かいたね。暑かった。指鳴らしながら喋らないなってしまったんです。じゃあ神戸の皆さんにバイバイ。お疲れ様でした。